後悔するようなことをたくさんしました。ツインテール、あ、ちょっとあの大人ツインなんですけど、大人ツインをしたり、あとハロウィンナイト踊りました。あと仮装してお見送りもしたし、うん、取っ手出しも仮装、ん？取っ手出しは仮装はあれか。でも本当に8人で初めて公演だったので、その記念のね写真もあるし、今日は来なかった方をちょっと、ああ行ったらよかったかもって思わせる公演にしようって思いながら準備しました。だから今日来てくれた人はありがとうだし、ラッキーですだし、今日来なかった、来れなかった方はまた次の公演で、次の公演でぜひ会いましょう。来てください。初めて見に行きました。お、ありがとうございます。まあ、ただちょっとあのユニットとかは私は出演しなかったので、はい、遅れてでも行った甲斐がありました。いや、嬉しいです、ありがとうございます。ぜひまたいつになるかわからないけど、スタジオ公演があった時は来てほしいです。うん、あと花だれ公演もね、今アンピーとあとリネタンの生誕祭の花だれ公演もあるので、そちらの方でもぜひぜひ会いましょう。かわいいです、ありがとう。カタカナのタカさん、かぼちゃありがとう。かよさん、かぼちゃありがとう。スナッチさん、こんもりありがとう。ひなたさん、お疲れありがとう。お、世紀末の人間さん、タワーありがとうございます。金のクマ、え、金じゃない、これ何、キョンシーか、キョンシーのタワーありがとうございます。かわいいありがとう、困ったわ、ありがたきありがたき、ありがとうございます。ガントチャートさん、ギフトありがとう。ハッピーハロウィン。ハロウィンまでもうあと29、30、31、3日ですね。早いな、早すぎない？もう10月終わる。ゆういちさん、ハート、イコルさん、コウモリ、クジマサさん、かぼちゃ、ゆうきさん、お疲れ、バラちゃん、バラありがとう。あおっちさん、コウモリたくさんありがとう。みはひなさん、ひげめがねさん、きよさん、似合うありがとう。ひげめがねさん、たかきまりさん、かぼちゃかわいい、ありがとう。ねむむさん、こんもりありがとう。ふぅ、ふぅ、今日はお知らせがいっぱいありますね。てか最近本当にお知らせがいっぱいある。そう、ミュージックステーションにまた私たち STU は出演します。うわー嬉しい。2回目、ほんとすごいよね。
しかもさ、出演、共演者の方見てたら日向坂さんがいらっしゃってうわー嬉しいです。こないだ櫻坂さんがいて、今回は日向坂さんがいらっしゃって、いや本当にこんなに早くまた2回目が来るなんて思わなかったし、いやー嬉しいですね本当に。花は誰のもの公演じゃないわ、花は誰のものがすごい、優先って、結構長いことランクインしてたり、結構街中でも花誰聞くよとか、知り合いとか友達とかからも聞くので、本当になんかこう曲はやっぱりなんだろうみたいな感じで気になってくださってる方が本当にたくさんいるんだなーって思ってる、でもここまでなんかこう早くも2回目がやってくる、こんなにチャンスが巡ってくるなんて思ってなかったっていうのは、なんか実感がないんですよ。その曲はすごい、私もね、いろんなお店で流れてるの何回も聞いたことがあるし、なんか有線にそのランクインしてるとか、なんかこう、まあ、知り合いからも、まあ、ちょくちょく聞いたり、番組出てたねとか、なんかそういうこと聞くんですけど、そんななんかこう追い風が吹いてるような、なんか実感、なんて言うんだろうね、なんかそんなこうビッグウェーブが来てる、すごい私が鈍いのかもしれないけど、そんな実感がなくて、でもこんなになんかベストヒット歌謡祭だとか、2回目の M ステに出演させてもらうとか、なんか本当私はなんかこれはすごいことなんだと思ってこれは本当にチャンスが来てるんだって思って、全然実感はなかったけど、これがチャンスなんだって思いましたね。いや本当に渋谷のサイネージとかもなんか流れ、駅でさ花誰のパフォーマンス映像が流れてたりさ、再生回数も360は超えてるよね。それもさ、なんか改めてめちゃめちゃ今いい流れなんだなって思って、いや本当に、あ今380万回すごい、もうすぐじゃあ400万回ですね、すごい。400万回も目指せますね。頑張って。来てます。なんかこのチャンスをさ、絶対にさ長く続けたいよね。なんか STU48、なんかこの曲、まあ確かに聞くかも。で終わるだけじゃなくて。やっぱなんか M ステとか見て、もっともっとグループ全体の知名度だったり、グループのにいるメンバーの一人一人のことを知ってもらったり、認知されたり、曲
以外でもやっぱりもっともっと STE を知ってもらいたいなって思います。なんか途切れさせたくないなって思う、この状況を、せっかくのこの状況をね、本当に丸々大賞も取りたいです丸々大賞ほにゃほにゃほにゃ大賞、何大賞いただけたら嬉しいですね。丸々大賞何か受賞できると嬉しいです。忙しい年末になることを願ってます。カタカナのタカさん、クロッチさん、ミッチーさん、ガントチャートさん、クジマサさん、ヒゲメガネさん、シナモシンゴさん、ギフトありがとう。ガントチャートさん、ナベナベさん、ヒゲメガネさん、トットリ太郎さん、インターセプターさん、ソリオさん、ネタユリンさん、アオッチさん、ギフトありがとう。大将、へい大将、なんちゃら大将、なんとか大将あ、クリスマスコンサートも開催が決まりました。24日になんと決まったんです。あー、今年もメリメリクリスマスサイレンナイ楽しみ、やったー。これはね、あのね、今日のスタジオの終わりの方に発表がありました。メリメリクリスマスサイレンナイ、あなたに会いたい、こんばんは。皆さんきっと出演できると思っています。皆さん暇でしょ暇でしょ、空いてるでしょ、時間はいっぱいあるでしょ、クリスマスの予定ないでしょいや本当にちょっと失礼なこと言いすぎました。もし予定が合えば、予定が合わなくても無理やり来てくれると嬉しいですもし暇だったら予定開けといてください。かわいそうなんで、私がその日だけは彼女になってあげます。その日だけはね。また詳細が出ると思うので楽しみにしていてください。その日だけその日だけです。タタ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 、あ、
15分経ちましたね。ちょっと遅れちゃったんですけど、3周年コンサートが終わった時にいただいたタワーのお礼を書いたので、サクサクっとお礼をしていきたいと思います。サク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 クッキー、はい、いきます。じゃじゃん、ひげめがねさん、ありがとうございます。タワーありがとう。チパチ、はい、次は世紀末の人間さん、タワーありがとうございました。そして次、パチ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 、ガントチャートさん、タワーありがとうございました。ありがとう。そして次、アンニョンさん、タワーありがとうございました。チパ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 チ。そして次、マナブンさん、タワーありがとう。あとお誕生日だったみたいで、お誕生日おめでとうございました。ありがとう。で次いきます。はい、次はカッカンワイプさん、ありがとうございました。タワーありがとう。ありがとう。ありがとうございます。そして次がじゃーん、キヨさん、タワーありがとう。3周年お祝いありがとうございました。かわいい、ありがとうございます。ありがとう、褒めてもらって嬉しい。そして千日配信の時にいただいたあっちゃさんのタワーのお礼が多分抜けてたかなって思うので、こちらもありがとうございます。あっちゃさん、タワーありがとう。
パチ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 、ありがとうございました。喜んでもらえたかな。ちなみになんですけど、服がこれは花は誰のもののデザインです。で、これは3周年の時の T シャツ、簡単に描いたけど3周年の T シャツで、これは新衣装のやつ。新衣装の絵です。で、これはユニットの絵です。ちょっと色合いが明るいけど、まあ大体こんな感じかなって感じで、ユニットの衣装です。花だれの、そして花だれ公演の、そして一雨力と思い知るのユニット衣装です。で、これはケーキを拭いてる私これしかも、でもね、これろうそくないんですよ、ここにこれはケーキにイエーイってする私ですね、はい。これはあのタンポポ衣装なんですけど、これもちょっと簡単に描きすぎましたタンポポ衣装、これはなんか衣装っていうよりかは3の3を持ってる私っていうことで、うん、これはウサギをかぶりたかっただけ。はい、以上です。はい、ほのぼのした感じで素敵。ほんまかする、嬉しい、うまい、ありがとう、嬉しいです。じゃあ今日もタワーをいただいたので、ちゃっちゃかちゃーとちゃっちゃかちゃーと書いていきたいと思います。でもね、イラストって意外と時間がかかるんですよね。ちゃっちゃかちゃーと言いつつちゃっちゃかちゃー、ちゃっちゃかちゃっちゃー、本当にこの自分のユニットの衣装とか、この自画像を描くのも結構時間がかかって、なんかね、気づいたら何時だったっけ、なんか1時とかになってました。1時？うん、多分1時とかになってた。昨日配信終わった後に書いてて、Happy
ピーハロウィナー。でもなんかこの自分のイラストがさ褒められるってすごい嬉しいことなんですね。今まであんまり絵で褒められたことがないからさ、自分がこうやってお礼で描いてるイラストが可愛いって褒められたら嬉しいです。でもね、美術のね成績はね良かったよ。本当に美術の成績良かった。でも褒められることはなかった。周りの人に。でもなんかそのイラストを描いてなんか見せたことがないから、だからなんか何も言われなかったんかもしれん。美術の作品とかではすごいねって言われたことあるけど、絵に関してはそこまで言われたことがなくて、うん、だから言われると嬉しい。このイラストがさ、そんななんかめちゃめちゃプロほど上手いってわけじゃないけど、このイラストを描いてなんかに、なんかの何かに何かにつながったら嬉しいですね。何かあったらいいですね。世紀末の人間さん、はい、世紀末の人間さん、ハッピーハロウィーン。タワーありがとう。これ猫か。これは猫だ。クマ。ありがとうございます。ハロウィン。楽しかったな。なんかこんな短期間短いスパンでスタジオ公演できたの久しぶりかも。初めてかも。久しぶり？初めてかも。楽しかったな。明日、明後日、しあさって、ゆうきさんギフトありがとう。今日エリオン見に行った。ありがとう。あ、わかるかも。フラペチーナさん、かぼちゃありがとう。こんばんは。楽しかった。11月4日は
ミュージックステーション11月10日はベストヒット歌謡祭、目白押しですね。嬉しいです。あ、あさってそうですね、ハロウィンカラオケ大会、目白押しですね。もっと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 忙しくなってもいいですね。もっともっと忙しい、そのこの忙しさは、忙しくなればこの忙しいのは幸せって思うかもしれない。でも体は壊したくないから、体は壊さないように。こんばんは。11月5日はジャズコンサートがあるね。それも楽しみですね。あ、11月20日のお話し会、4時間目完売ありがとうございます。売り切れになってました。ありがとうございます。猿の手の叩き方。嬉しい、ありがとう。パチパチパチ。ちなみにね、こういうものも書いたんですよ。花は誰のもの、エクストラエディション、オンラインお話し会、残りわずかなのでお早めに。ここにバツをつけたいと思います。えいえい。あと3時間残ってます。きっと11月はたくさん番組に出演したりとか、あと公演だったり何かイベントとか、はい、たくさんあると思うので、その時の感想とかね、なんかあ、ちょっと気になってだけど、なんかあ、もうちょっとなんか話したらよかったなーって思う日が来るかもしれない。そんな後悔を残さないためにぜひ11月撮ってみましょう。そして12月もクリスマスコンサートの次の日だったりするので、12月はね、まあ、ね、私たちはまだ何も知らないけど、まあきっと忙しいと見越して、その時にね、なんかお話できる機会がここにあるとないのとでは違います。違いますよ、サンタだし、サンタ可愛いよ。なのでぜひこの2時間を来てくれると嬉しいです。今日のチャイナ気になった？嬉しい。今日のチャイナ似合ってるって言われた。
皆さんよろしくお願いします。あら、タワーが、ありがとうございます。なんかずっとすごいすごいな、タワーをたくさんいただいちゃってありがとうございます。来てくだちゃいな、来ちゃいな、みんなも来ちゃいな。男の人のチャイナス、チャイナークってなんかやばそう。やばいやばいやばい、スリット。だってスリットからさ、スリットから男の人の足が出てたらちょっとやばいね。ちょっと待って、想像したら面白かった。ちょっとあの筋肉質のあの足が出てたらやばいですね。でも来ちゃいなとか言ったけど、ちょっとやめちゃいな、やめてください。おやめください。勇気のある方は、はい、美脚、自分の足に自慢ある方は お城みたいなタワーですね、これ。お城、むずい。お城ってむずいな。こんな感じ。わからん、こんなもんでいいのか。
似てる？似てない？まあいい、まあいいや、まあいいや。まあ、隣にクマ描いとけば、描いとけばいいでしょう。クマ。はい。あ、かわいい。かわいい、かわいい。高巻まり さん、ありがたわ。はい、高巻まりさん、ありがとうございましたわ。ありがとう。マリトットさん、名前が変わった ございます。パチ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 、本当に毎日タワーをいただいてる感覚で、ありがとうございます。毎日タワーを、感覚というかもう毎日いただいてますね。ありがとうございます。早起き、明日何時に起きたらいいんだっけな。10時か。明日はちょっとお仕事があるので、お風呂に入ってお肌のケアをして寝ないといけません。明日土曜日ですよね。頑張ろう。お仕事頑張ろう。土曜日。明日朝何時かな。何時に起きたらいいかな。7時とかかな。8時。7時に起きようかな。頑張りすぎないように。ありがとう。頑張ります。こんばんは。イモース、ぜひぜひご覧ください。
ナンバーワン寿司ガール、ナンバーワン寿司ガール決定戦が決定戦してます。クラコンもご覧ください。クラコン面白かったあ、今日はもっと四国音楽祭も放送されましたね。そういえばなんかさ、一日一ボケしてることに関してさ、なんかあのスタッフさんにスタッフさんにさ、あのお笑い好きなのって言われて、あ、え、なんでですかって聞いたら、一日一ボケやってるよねって言われて、見られてた、一日一ボケ見られてたまあそりゃそうか、世界に発信してるから、そりゃそうか。だからまたちょっと再開しようかなって思います。なんかこれやってて意味あるのかなって思ったんですけど、あのちょっと続けます続けます。いや、なんかね、ちょっとね、なんかこれさ、痛いのかなって思って、自分で一日一ボケしてて、この人何をしてるんだって、何をどう言えばいいのか、どういうことなのかって、なんかふとね、なんか痛い人みたいな感じで思われたら嫌だなって思って、ちょっと怖くてできなくなってたんですけど、なんか折れずに、折れずに行こうと思うもうね、もう一日一ボケに対して不安な心とか恐怖心とかをもうね、感じちゃいけない。ボケっていうのはやっぱ勇気だから、ボケることって勇気がいるんですよ。けどそこで何かを考えて立ち止まるっていうことはもうしちゃいけないと思うんですよ。ボケることは思いっきりつぶやく勇気、ボケは勇気です。だから心を強く持ってくじけちゃダメなんだ。ということで、またちょっと再開します。なんか折れてた心がなんか立ち直ったような気がします。
そうですね。時に天気雨もぱらつくだろう。君の目の前には無限が横たわる。銀河を飲み込んだ夜明け前の海。どんな勇気出せば渡れるのだろう。遥かな大陸よ、本当に存在するのか。見えないものほど見たくなるんだ。私がボケる時のテーマソングです。魔法の夢は覚めることがない。まばたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。希望という名の言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする。愚かなやつだと笑われたって。いたことない世界へ公平。ガントチャートさん、くす玉、くす玉じゃないミラーボールありがとうございます。いやー、じゃあそろそろ1時間経つので今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん夜遅くまで配信ご覧くださってありがとうございます。はい、ではランキングを読みたいと思います。13位、しのっちさん。12位、あんにょんさん。11位、ゆうきさん。10位、ひげめがねさん。9位、あおっちさん。8位、ピクリンさん。7位、フラペチーノさん。6位、しのもしんごさん。5位、くじまささん。4位、カタカナのたかさん。3位、ガントチャートさん。2位、マリトッツさん。そして1位は世紀末の人間さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあみんなしっかり寝てね。しっかり寝るんだよ。バイバイ、おやすみ、お疲れ様。イエーイ、バイバイ。